キャリーアップ。皆さんこんばんは、石原かおりです。この番組は私石原かおりがラジオパーソナリティとしてスキルアップ、リスナーの皆さんと一緒に経験を積み重ねていくエクスペリエンスラジオです。はい、そうなんですよ。今日ね、このねラジオのね打ち合わせの時にね、この台本にまあいろいろ書き込むわけですよ。でペン使うじゃないですか。それでねペン出そうと思ってカバンの中見てたら筆箱がねなくてね、どれどれって探しても全然なくて、カバンの中身ほぼほぼ全部出してもなくて、どうしよう、ないなくなっちゃった、どうしよう、置いてきちゃったんだって言ってたんです。実はこのラジオの前にアフレコに行ってて、そこでペンを使ってたのは絶対あの覚えてたから、使ってること分かってたから、じゃあそこに置いてきちゃったんだ、ってもう筆箱なんか出したっけなと思いつつ、でも置いてきちゃったなと思って、マネージャーさんとかにもう、そのスタジオに置いてあんのって言って、そう多分あると思うって電話かけようとしてくれたんです。でふとね顔を開けてみたらね、この台本の下に、ね、筆箱が隠れててね、あっあったってねやったんですよ。したらもうほんとみんなスタッフのみんながね超一生懸命探してくれてたからね、みんなにね、何それみたいな、東大元暮らしじゃんって、ね、すごい怒られちゃいました。怒られたってか、まあ、みんなにね怖い怖いって言われてね、ヒヤッとしました。そういや怖い、もう私もすごい大汗かいてたんだけど、そのね中にはこのねこのペンが大好きなんだけど、このなんユニのやつ、ユニのペンのまだ使ってないやつも入ってたから、一気に2本ねなくなっちゃって、めっちゃ悲しいと思ってたんですよ。でも無事に戻ってきてすごい良かった。なんでだ、筆箱出したこと忘れちゃったんだろう。最近こういうことが多いですよ本当に。もうそう、メガネメガネ、なんちゃんもメガネメガネなっちゃうって言ってたからさ、あるあるなんだやっぱり、みんな、うーん、しょうがないよね。しかも他もさ、今日ね新しい革靴ってかね、サンダルの革の靴履いてきてね、ルンルンって感じで気分で歩いてたので、文化放送のエレベーター乗ってさ、足元見たらさ、革にさ変なシミがついてて、こんな大きいね、よくよく考えて何をこぼしたかわかんないんだけどね、新品だから水をキュッて吸っちゃってね、今日はね本当に悲しいことがいっぱいありましたけど、でも楽しいこともいっぱいありますから、まあ、先週じゃないですけど、いいこともあれば悪いこともあるまさにこれだなっていう風に思ってます。なのでこのラジオでは楽しくやっていけたらいいなっていう風に思います。それではエンディングまで、キャリアアップ石原かおりのキャリーアップ。この番組はポニーキャニオンの提供でお送りします。石原かおりのキャリーアップ。改めましてこんばんは、石原かおりです。まずは皆さんから届いたメールを読みます。こちらはつねせるさんからのお便りです。ありがとうございます。キャリさんこんばんは。こんばんは。オンラインイベントお疲れ様でした。お疲れ様でした。会いたくて会いたくてな気持ちも強いですが、また違った形でキャリさんとコミュニケーションが取れたという感じ、とてもエネルギーをもらえるイベントでした。楽しい時間をありがとうございます。イベントの後の香り体操もめちゃくちゃ面白かったです。ただ個人的にはまさか電話が当たると思わず、すごい変なタイミングで出てしまったのが本当に申し訳なかったと、そこはしっかり謝りたいです。きちんとスケジュール管理できる大人になりたいです。ごめんなさいって書いてまいります。ありがとうございます。いやね、そう先週は言ったんだけどね、オンラインイベントね、すごい面白かったですよ。なんだろう、変なタイミング、ちょっと待ってね、今回ね変なタイミングで電話しちゃった人が数名いて、どれだったかがちょっとわからないんだけど、一人はね外出してたでしょ。でもう一人も外出してた人がもう一人いたのかな。で私がミスって電話の音全然聞こえなかった人いるでしょ。あと農作業してた人もいたのかな、その方かな。農作業なんかやってるんですみたいなこと言ってたから、
もしかしたらどの方でしょうか。ごめんなさい、ちょっとパッとね、パッとあの時いっぱいありすぎて情報がいっぱいあってちょっと分かんなくなっちゃったんだけど、でもね本当にいいんですよ。どんなタイミングで見てもらっても、正直出てくれただけでもすごく嬉しいですし、あとなんか面白かったです。なんか予想外なこうところに来てみんながびっくりしてる感じがすごく楽しかったので、そこはね謝らなくて全然大丈夫です。お仕事してたのかな、どうなんだろう、わかんないけど、まあ、だからまたね次ウォータードロップでもオンラインイベントやりますし、この生電話とかあとセリフ言うやつもありますから、ぜひよかったらねあのまた参加してみてください。こうなってしまっても全然問題ありませんから、ぜひぜひよろしくお願いします。ではでは続きまして、こちらはあやばい、手に油がないみたい、ちょっとめくれないわ。あとくれた。はい、こちらはですねライラックさんからです。ありがとうございます。かおりちゃんこんばんは。こんばんは。私はもともと一人暮らしなのですが、最近家に帰ると誰もいなくて寂しいなと感じます。今まではあーやっと帰ってこれた、落ち着くといった気持ちだったのですが、最近は心持ちが変わってきた感じです。帰った時の返事が返ってくるのって嬉しいですよね。かおりちゃんは帰ったらむーちゃんや家族の方がいると思いますが、もし帰って誰もいなかったら寂しいですか。また帰った時にえって思ったお話など、嬉しいのもびっくりしたのもあれば聞きたいです、とのことです。ありがとうございます。そっか、急に心境が変わってきたのか。一体いくつなんだろう。それ大人になったってことなのかもしんないよ。なんかそう、なんかでこのわかんないけど、一人暮らししたての時ってなんかこうやった、こう独立ってか何自立したって感じがするから平気だったのかもしんないけど、そろそろなんかね、ちょっとでもやっぱ家族とか近くにいたらいいなっていう風に思い始めたのかもしんないからね。大人になったんじゃない、きっと。わかんないけど、年齢わからず喋ってるけど申し訳ない。でもね、うちはそうだね、あのまあむーちゃん家族がまだ家に帰ってきてない大会は、なんかそのいたずらだったり誤飲しないようにむーちゃんはお留守番の時はケージにいるから玄関の前ではいないんだけど、だいたいなんかパタ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 する音が聞こえるの、ケージの中であの楽しんでるね、喜んでくれてるのが伝わってきて、すごいこう日本足でこうやって柵の顔ところから顔出して待ってくれてるのがすごい可愛いから、それを想像していつも帰るのが本当楽しみで、先にお母さんとか帰ってきてるとむーちゃんが玄関まで大はしゃぎ間にいるから、その時はそれはそれですっごい可愛くてね、嬉しいなって思うのがね、最近のね、最近てかむーちゃん飼ってから帰る時の楽しみだったりするかな。でもね、あの動きが可愛いですよ、ワンちゃん。あ、ライラックさんもじゃあ犬飼ったらいいんじゃないですかね。犬とか猫も来てくれるっていうから、やっぱねそれ、あの喋れなくても誰かが楽しみに出迎えてくれるっていうのがね、やっぱ嬉しいんじゃないかなっていう風に思います。まだ生きるかな。はい、こちらはラジオネームことちゃんからです。ありがとうございます。かおりちゃんこんばんは。こんばんは。来年1月に成人式があるので、その振袖の前撮りを撮ってきました。なかなかカメラで撮られるということに慣れていないので戸惑うこともたくさんありましたが、なんとかちゃんと撮ることができました。こんなに大変なことをかおりちゃんはたくさんやっていると思うと本当にすごいなと思いました。そこでアドバイスが欲しいのですが、成人式までに今からしといた方がいいことなどあったら教えてほしいです、とのことです。ありがとうございます。そっか、前撮りね。前撮り確かにどんなんだったっけな。忘れちゃったけど、でもなんか記憶にあるのは、仕事じゃない時の写真撮ってもらう時はすごい大変だなってイメージある。なんかね、まあ、免許もそうだったし、成人式もね、今若干思い出してきたけど、角度とかさすごい決められるんだよね。なんかこっち向いて顔はもうちょっとこういうのとか、なんか、確かあったと思うの。でも私はね、あの自分のさ得意な角度っていうかさ、やっぱそういうの右も左もあるんだけど、正面も あったりとかするんだけど、あの一応ねこの角度が一番いいよっていうのをさ、研究ってか、まあ、マネージャーさんと昔からあの話し合いながらやってたりとかするからさ、いやそうだから向こうのお店の人にこの角度でこうしてって言われてもさ、いやそれだといまいちなんだよなって思うわけじゃないシーンは、そうじゃない方がいいと思います。例えばこっちに入ってた方がいいとか、こっちに見た方がいいとかさあるじゃん、自分の。だからね、それで格闘するのがすごいいつも大変だなっていう風に思います。免許の時は
顎を上げて上げてって言われまくって、でも取る瞬間に下ろすからもう一回って、ね、3回ぐらい撮り直ししてるんですよ他の人より多分多くね。で上げた結果すごい可愛くない写真になっちゃって、そう、そういうのとか悲劇がありますからね。成人式までにしといた方がいいことってなんだろう。特にないと思うよ正直。楽しむのが一番じゃない。例えば一緒に行く相手を見つけとくとか、なんか席バラバラだからさ、あれ座りたいとこに座ったりとかするから。私は地元の中学校行ってないからさ、地元の友達が限られてきてるから、そうじゃない子、行く子を見つけることを一生懸命頑張ったかなって思うので、もしよかったら行く子を見つけることをいいんじゃないかなっていうふうに思います。もう一問いける？あ、もういけない。はい、ということでこの番組では皆さんからの普通歌を待ちしています。私に聞いてみたいことを話したいことを何でも送ってください。ではでは、ここで1曲、発売中の私のセカンドアルバム「ウォータードロップ」からこちらをお届けします。聴いてください。石原かおりで「フィービーフィービー」。こちらキャリする。キャリする、すなわち成し遂げること。私がさまざまなあれこれをアットランダムにキャリするしていきます。今日の課題はこれです。世界をキャリする。私が興味津々な世界について一途に追求します。前回特別編として世界の動物にまつわる変わった法律をドリルで学びました。キリンに乗って魚釣りをしてはいけないとか、空港で亀の競争レースを開催していけないとか、 UFO をブドウ畑に着陸させていけないとか、まあ発想がねなかなかぶっ飛んでてね、正解にはたどり着けませんでした。今夜はその続編です。ワールドドリル答えだろうライフスタイル編。いやー、そっか、ライフスタイルってことは生活にまつわる法律ドリルに挑戦しますよ。日本だったらまああれか、に20歳になるまでお酒ダメよとか、あ、車の免許、そうか、教習所に通うのは18歳の誕生日を迎える2ヶ月前、あ、2ヶ月前からでいいんだ。え、知らなかった。仮免の免許、仮免の試験は18歳じゃなきゃいけない。あ、その2ヶ月前から。そういうことか、2ヶ月前からじゃ準備だっかして仮面向けてって。そうなんだ、知らなかった。撮ったけどさ、もう20歳超えて撮ってたからさ忘れちゃってた。ではでは、じゃあ早速挑んでいきましょう。ワールドドリル答えたろライフスタイル編スタート。では第1問、あ、ギザギザになってる、またギザギザ好き。第1問、イタリアの法律。日本人ならついついやってしまいがちなある行動。海の砂浜で丸々してはいけない。え、これあれかな、ハワイと一緒かな。お酒を飲んではいけない。あ、違う、もっとゆるい、もっとゆるい。え、裸足で歩いちゃいけない。じゃ、子供ならわからない、海に、海行ったことないからな。潮干狩り。あ、でもちょっと近づけなきゃ。あ、じゃあ貝拾い。貝じゃないの。あ、砂を削ってはいけない。え、そんな、そんな
砂で遊んじゃいけない。つまりは子供は何すんの？子供は白白白砂で白を作ってはいけない。細かそういう服もうほぼほぼ答え言ってもらっちゃった。嬉しい、当たっちゃった。答えは海の砂浜で砂のお城を作ってはいけない。あ、イタリアでは治安を守るため各地域の市長が独断で条例を作っていいことになってるそうです。うっかり砂のお城を作ったら罰金対象になってしまうかも。そうなんだ。じゃあこの地域だけでこれがあるってこと？そうそうそう。あ、全部ではないけど。すごい。なんでダメなんだろうね。お城危なくないようにするため、あ、なだらかにするとか、引っかかっちゃう人もいるもんね。景観を損なうから。あー、そっか。でも確かにこれやっちゃダメって言われてもなんでってなりそう、うん、気をつけなきゃね。じゃあお皿もダメだわ。はい、じゃ続きまして、第2問。スイスの法律、夜10時以降になったら丸々してはいけない。難しい？じゃあ変なのなんだきっと。あ、普通なことなの？じゃあ夜10時以降になったらお風呂に入ってはいけない。近い。え？それもそうなんだけど。裸になってはいけない？お風呂、歯を磨いてはいけない？お風呂の近く、お風呂の近く。お風呂の近く？何？お湯を使ってはいけない？お風呂から出てる。お風呂から出たいんだ。近いんだ。夜10時以降お風呂入んなくても、まあ別に。寝てはいけない。食べ物、あー、勝てたかった。これ答えすごいね。夜10時以降になったらおトイレに行ってはいけない。だってさ、ご近所さんの騒音を抑えるために定められたそうですが、万が一お腹を壊してしまったら大ピンチ。人間の生理現象なのでもちろん厳しく罰せられるものではありませんが、トイレはまだしもお風呂に入るのはかなりご近所に嫌がられるようです。おトイレだって仕方ないじゃんね。夜中にさね、具合悪くなることもあるからね、うん、大変大変だわ。スイスさん、ね、そっか、ね、なるほどね。だからちょっとでさえも気づいちゃうってことか。でじゃあ第3問。ドイツの法律、飲食店でドリンクをオーダーされたら店員さんは何々しなくてはいけない。何これ、接待しなくてはいけない。ドイツといえば、ドイツビール。そうそうそう、ビールだから、あ、乾杯しなくてはいけない。あ、違うの。でもね、近い近い、一緒に飲まなきゃいけない。お店がズルしないように、店員さんは残りの泡がいっぱいだもんね。泡がいっぱいだから泡を減らさなければいけない。そういうこと。そういうことつまりは、量飲む量を増やさなくちゃいけないってことでしょ。そうそう、つまりは、何です。決まってんだよね。何が決まってんだ。コップを同じにしなきゃいけない。わかんなかった。やばい、ほぼ正解。答えは、飲食店でドリンクをオーダーされたら店員さんはグラスに引かれた目盛りを超える量のドリンクを注がなくてはいけない。そうなんだ。ビール大国のドイツは、お店のグラスに目盛りが引かれており、すごいね、ちゃんと特注ってことだ。それドリンクを提供する際、この線を下回った量でお客さんに出すことは違反行為なんだとか。計量法第9条に基づく立派な法律です。すごい。でもさ、何、消費者的にはすごいありがたいよね、うん、目で見てわかる。あ、じゃあここちゃんとしてんなって思うしね。そうそう、文句言えるもんね、少ないですって。そっか、私はさ、ほら飲まないけど、ビールって多分みんないっぱい飲みたいもんね。日本もじゃあやった方がいいんじゃない、これ。泡が多いところは結構文句言われる。あ、そっか、やっぱ言われる可能性が出てきちゃうんだ。じゃあそっか、日本もこれをやったらね、なんか、あ、お店側も言われなくて済むし、ね、お店じゃなくて客側も言えるしね、いいね。じゃあ第4問。アメリカカリフォルニア州の法律、洗車をするとき何々を身につけてはいけない。変化球？確かに変なの多そう。なんか変わったのが、洗車をするときにスポンジを身につけてはいけない。な、うん、
着てるものなんだけど、着てるもの、ジーパンを身につけてはいけない。みんなが着てるもの、 T シャツ、絶対着てる毎日、パンツ、つまり下着、なんだけど、なんだ、普通の下着じゃないの、水着、ティーバッグ、なんだろう、形じゃないの、どういう状況の下着、濡れたパンツをつけちゃいけない、当てたかった、もうそこまで来てるのに答えは、ああ、洗車をするとき汚れた下着を身につけてはいけない、なんでわかんないじゃんもんね、汚れてるか汚れてないか、アメリカでは汚れた下着を履いたまま洗車をすると車が臭くなると言い伝えがあり、場合によっては実際におまわりさんに逮捕されてしまうんだとか、もとより、水不足が問題視されているカリフォルニア州、こうした法律を設けることで自分で車を洗うのではなくプロの洗車屋さんにお願いして節水を促しているのかもしれません。あ、なるほど、こういう変なのをつけてあのお店でやりなさいよってことね。あ、なるほど、それだったらわかるけど、もなんか無理あるね、逮捕されちゃうとか嫌だね、ちょっとでも確認してってことかな、その場で確認されるんだって、ちょっと汚れ 見られるというよりは、洗車してるところに尋ねるっていう、面白い、ちょっと発想にないね、なるほどね、じゃあ次かな、最後、はい、じゃあ最後の問題です。オーストラリアビクトリア州の法律、日曜日のお昼に丸々禁止、オーストラリアっぽいことかな、全然違う、全然違う、さっき一個前と、それが発想が変、日曜日のお昼にハンバーガー禁止日曜日のお昼に身につける系か、帽子禁止、なんだろう、ズボン禁止、近くなってきた、じゃあスカート禁止、本当？パンツ禁止？じゃああれか、短パン？なんだけど、ただの短パンじゃないの。破れた短パン？ああ、汚れた短パンでしょきっと。違う。これ何これ？日曜日のお昼にピンクのショートパンツを履くの禁止。なんでですか？理由は定かではありませんが、日曜日のお昼間にビビッドなピンク色のショートパンツを履いて外出するのはいけないこととされているのでしょう。されているのそう。現地ではよく知られた決まり事だそうですが、なぜなのかを知ってるのをあなた。なぜなのかを知っているあなた、情報を求めます。だって。なんでだろう。ピンクに失礼じゃないね。ピンクかわいそう。はぶられちゃって。不思議。面白い。やっぱわかんないこといっぱいあるわ。じゃあオーストラリアのこのビクトリア州行くときはピンクのパンツは。ピンク。ぐちゃぐちゃだ。ピンクのパンツは持っていかない方がいいね。安全だわ、その方が。そうだね、あまり開かない、恥ずかしいもんちょっと、ということで終了です。よって私のドリルの点数は5問中1問低い成績だわ。あ、うわ、べちょべちょ、ほんだまった、やだ。しかも先生よりもし点数が半分を超えていなかったら赤点補習です。ドリルに出てきた印象的なワードを使って許してもらえるよう反省の弁を述べてください。ピンクのショートパンツ履いた女の子、ピンクのパンツか、汚れた下着で車当たってる女の子か、砂のお城作ってる子か、どうしよう、じゃあピンクのパンツにするわ攻めるじゃあこちらでね、反省の弁を述べればいいのね。はい、わかりました、ではやってみます。はい、私今日はピンクのショートパンツ履いてきてるんだけど、すいませんね、刺激的でしょ、ちょっとすいません、なんか全然答えることができなかったんですけど、秘密にこの私のピンクのショートパンツ見せるから許してくれる
赤ちゃん許して許してくれ許してくれる、うん、お願い、うん、はい OK だって許してもらえた。いやおかしい、ちょっと強烈なワードだったからさ、ちょっとやりたくなっちゃったね。ちなみにかわいちゃん人生でガチ赤点は取ったことあるって？ガチ赤点はないです。ちなみにでも小学校1年生の時に国語が嫌いで0点取ったことあります。これ赤点だ、当時赤点って概念がなかったから赤点って思わなかったんだけど、そうだね、それから反省してからテストでちゃんとやるようにしています。このコーナーではリスナーの皆さんから世界にまつわるメールを募集しています。世界をグローバルにキャリスルー、以上キャリスルーでした。石原香里のキャリーアップ。続いてはキャリーフォメーション。今週の情報はこちら、私のセカンドアルバムウォータードロップが発売中です。何度でも聞いてみてくださいね。またこれから秋にかけて行う2つのイベント、オンラインイベントキャリーコミュニケーションウォータードロップ、オータムイベントワンドロップもよろしくお願いします。ワンドロップの応募締め切りは明日8月18日です。参加したいよという方は忘れずにご応募ください。そしてここで新情報、なんと11月4日に私の5枚目のシングルの発売が決定しました。タイトルはアゲンストです。こちらは10月放送スタートのテレビアニメ君と僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦のオープニング主題歌です。どんな楽曲になるのか楽しみにしててください。法人別オリジナル特典も決定していますよ。詳しくは石原香里オフィシャルサイトをチェックしてみてください。以上キャリーフォメーションでした。お送りしてきた、あ、そちら、お送りしてきました残念、石原香里のキャリアアップエンディングの時間です。さすがにエンディングであんま間違えることないんですけど、いやでも今日のあのほら世界をキャリするだけど、やっぱね何回このあのまあね、前回のアニマル動物のやつ、アニマルのやつと今回のね生活のやつをやってみたけど、世界ではやっぱりわからない法律があるんだなって改めて感じましたね。でもあれなのかな、海外から見たら日本の法律のここが変だよっていうのもあんのかもしんないね、もしかしたらね。私たちはなんかもう馴染みてるから気づかなかったかもしんないからけど、だからぜひね、なんかそういうのも発見できたらいいなっていう風に思います。またあの企画やりたいな、ぜひやりたいです。この番組ではリスナーの皆さんからメールを募集しています。ふつおたキャリスル宛てまでいつでもどうぞ。詳しいコーナー情報は石原香里オフィシャルサイトのラジオをチェックしてみてください。メールアドレスはキャリーアットマーク joqr.net です。また YouTube の文化放送 A&G チャンネルではこの番組のアーカイブが配信されています。毎週水曜日のお昼12時更新です。何度でもアクセスして私に会いに来てくださいね。ではでは石原香里のキャリーアップ、ここまでのお相手は石原香里でした。また来週もレッツキャリーアップ。バイバーイ。耐えるか壊すしかないの。石原香里のキャリーアップ、この番組はポニーキャニオンの提供でお送りしました。君が